60kg ファイト K1 ルール3分3ラウンド延長1ラウンドです。赤浦部博隆は20歳、すでに13戦目を迎えています。2007年に行われた新空手 K2 グランプリ K 中量級王者でもあります、うん、対する小山康明23歳、プロ7戦目、2008年の全日本学生キックフェザー級王者からプロキャリアは無敗の男です。さあ第1ラウンド、早くも左の蹴りから入っていった。気迫がみなぎるのが赤浦部です。ローキック小山がスッと足を引くようにしました。そしてその足で左のミドルキックです。さあ石川選手、はい、浦部の気持ちが今良かったですね。いきなりの振りかぶった返し、あっという間にダウンを奪うことに成功しています浦部。中村さん、この辺は驚かされました。いや、もううまく合わせましたね。最初にジャンプツーと距離が測って、ここにうまく右ストレートが当たったと思います。ここ最初からガンガン行ってるんで、今いけいけなんじゃないですか。今もそう、はい、狙いを定めていますよね。さらに右フック、先ほどと同様、ややコンパクトになったか。浦部が完全にこの第1ラウンドにかけてきているのがもう伝わります。わかりますね。入ってるし、すごく今日パンチが伸びますね、右のステージ。そうですね、リーチでは小山のはずなんですけれども、それを見てからのパンチがあります。昨年12月、伊藤雅彦を KO した勝利は膝でした。そこからいい流れが来ているんですね。勝てなかった時はちょっとパンチと蹴りがバラバラな感じもしたんですけど、ここ最近は本当にそのバランスが良くなって、すごく調子を上げてきてると思いますね。弟とともにですね、荒野とともにチームドラゴンの移籍もありました。成果が出てきてるんじゃないですか。左ミドルを蹴りたいですよね。相手にパンチで振ってくる選手で、まず前蹴りもいいんだけど、左ミドルでまず、手を止めたいですね。まず自分のペースですね、しっかりと、ね、はい、小山はそうですね、その足技、コンパスの長さを生かしていきたいところ。で、左フック、ここ交錯しています。右がローキックです。石川選手、はい、小山はどうですか、リカバリーしましたか。そうですね、うん、左アッパーその直後でしたね、石川選手僕に話してくれるとダウンしちゃいますかね。いや、それよりも何か浦部の攻撃力がなさっていたという気がしますね。いや、冷静な表情からダメージは小山は計り知れませんが、右フック、これもグラつく。残り30秒を切っています。中村さん、まだ時間がありますね。でも、いや、今日浦部選手のパンチ見えてるんじゃないですか。すごくガードの間をうまく打ち抜いてるんで、防御も同様、はい、そして攻撃が全て上を行くような展開になっています。今日の浦部博隆、時間はあと5秒、倒しきるか、あと1つのダウンで KO 勝利だが、ここで1ラウンド目終了です。あとは冷静になることですね。そうですね、はい、第2ラウンドです。ラウンド2、小山選手すごくテクニックがある選手なんで、一回ここでリセットして、またその自分の技術を出せるような試合作りをした方がいいと思います。もういい意味で1ラウンド目は忘れてもいいと思います。ここからまた試合が始まったりとかで行った方がいい気がします。はい、いい顔してますね。そうですね、小山の様子がちょっと変わってきたようです、まずジャブから、そして潜って左のボディ、膝を返している。そしてポインしては浦部、クロスします。近くなる、そして離れる。プレッシャーを受けようね。蹴り、そして長いジャブからのパンチ、そしてボディフックも得意なのが小山。対角線上のコンビネーションがあります。石川選手、小山が少し自らのペースに勝負と試みていますね。そうですね。蹴りがいいです。蹴りがいいです。はい。はい、パンチの中に打ち合いだけじゃなくて蹴りを入れると、ちょっと浦部のリズム変わってきましたもんね。そして浦部がここまで見せていない技としては、小山はその左のボディフックもありますね。小
小山はここまで6戦して5勝1引き分け1 KO 勝利です。倒せる力を課題としてくるはず。でもそれに対して2つ最初にダウンを奪ったのは赤い黒村部左フック。ちょっと小山選手距離が良くなってきたんじゃないですかね。村部選手は、はい、パンチがちょっとパラブル1ラウンド比べるとパラブルしてる感じがするので、はい、石川選手、その距離感の違いとしては1ラウンドと何を挙げられますか。そうですね、小山選手が打ち合いに行かなくなったところですね。自分から、浦部選手の打ち合いに付き合わなくなったところですね、はい、となるとこれでいいんですね。これでいいですね、はい、右左小山選手、自分からパンチ打てる打つこともできるので、はい、相手の距離で打ち合わなければ、この距離でいいと思います。浦部選手は今みたいに右のパンチから入って、はい、そうさせないでこの打ち合いに打ち込みたいところじゃないですかね。そのフォローもありますね。リズムが崩れたわけじゃないんで、ちゃんと自分のスタイルは守ってるんで、はい、ようやく2ラウンドの中でこうイーブンになってきたという印象でしょうか。そうですね、ただ2回ダウン奪ってる分、逆転のところに倒さないといけないんで、そうは何といっても3ラウンドしかありません。ビッグ振り抜いた、これは厳しいか。レフェリー試合をストップです。立ち上がれるのかどうかを見るまでもありません。浦部宏隆、これは強力なパンチが完全に身についた。中央の村部です。まずは初めに、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の練習をはじめ全国されてました。とりあえずなんか今回まあ、3回戦というかではもう本当小山選手とトップの選手なので無敗で、でその相手に勝ったことは、やっぱ次はトップの選手を倒していかなきゃいけないなと思ってます。とりあえず次どうなるか分かんないですけど、一生懸命練習して、また出るように頑張ります。ありがとうございました。